森田情報局。もうどうなってんの？ほら。なんで？さあこの番組は8月に発売した 3DS ソフトアームドブルーガンボルトソウ、そして前作とソウをワンパッケージにしたアームドブルーガンボルトストライカーパックの最新情報をお届けしたり、素敵なゲストをお迎えして楽しく過ごそうという番組です。私 MC とそして。ゾンビ役キャラクター CV ゾンビ役いかんです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。ネットでさ、なんだっけ、ハロウィンの頃のなんかこの番組のゲーム系のなんかねサイトのところで一巻かっこゾンビ役ってみんなさちゃんとキャラクター名だし、俺ゾンビ役ゾンビ役ゾンビモブだからゾンビ役ね、ノロの目は抜けてますしねえ、そう、そんなモブですけど、私ね、ちょっと1個だけさ関係ない宣伝し、フジテレビでですね、深夜ドラマのねレギュラーが決まりました。後でも言うけどね、24時この後24時55分からですね、実況される男っていうやつやりますんでね。あ、ありがとう、パックスさん、ありがとう、私見てます。公式、ありがとうございます。すごい、公式が見てる、宣伝しますんで、ね、ゾンビ役ですかって言われてゾンビじゃないまあこんな声は出してね、ゾンビ役ね、さあというわけでですね、よろしくお願いいたします。はい、はい、私の MC があなたの力になる。MC を務めますなんで自分で滑ったみたいにしちゃったシーンってなるから、シーンってなる、収まんなかった。それよりこれよこれ最終回だよね。最終回パチパチ、ありがとう、盛り上がってる、盛り上がってます自分で滑りを決めないで恥ずかしい。ちょっと待てなかった。行くよ、オンステージだ。というわけで MC を務めます遠藤優香です。よろしくお願いします。今日初めて顔を出した。確かに顔を出した。どうしたのそれ、これすごくないですか、超可愛い、すごい、ね、そう目がね抜けてたけど、ほらほらほら、ね、こんな感じ。本当だ、うん、そう、目が抜けてるけど、つまりその普通に黄色い色が出てる、ね、そう、可愛いんですよ、ね、バトルポットロロちゃんのクッションです。何物販するのこれ。後々発表あるので最後まで番組見てくださいよ。はい、ね、お願いしますよ。ぜひよろしくお願いします。はい、さあというわけでね、最後まで皆さんお付き合いください。はい、さあ、この番組は東海テレビの朝番組スイッチを応援する会社 ET クリエイツの提供でお送りいたします。何の話これどういうことなんで東海テレビの朝番組を応援してるのどなたが応援理由はあるんですか。小ネタがまあそういうわけでございましてですね、はい、さあというわけで、さて、まあまずはですね、ガンボルトのことをまだ知らない人のため、まあ、知ってる人もね、はい、いっぱいいらっしゃいますけれども、はい、ね、知らない方のためにもっともっと宣伝していこうということでございますから、簡単にご紹介をしようと思います、うん、はい。アームドブルーガンボルトは2014年8月20日に任天堂 3DS のダウンロード転売ソフトとして配信された本格派の横スクロール 2D アクションゲームです、うん、ハイスピードな疾走感と雷撃輪によって敵を撃破する爽快感が楽しめます。はい、はい、そしてその続編アームドブルーガンボルトソーはガンボルトとは全く異なった性能を持つ新たな主人公アキュラ君をプレイアブルキャラとして追加、うん、アキュラ君をサポートする新歌姫ロロの追加など、ね、各所でパワーアップした仕上がりとなっています。が入ってます。はい、そしてそしてその両方が入ったパッケージ版アームドブルーガンボルトストライカーパックも好評発売中です、はい、これ発売してます。はい、これからガンボルトを遊んでみようという人にはおすすめです。はい、はい、さあそれではですね、実際にどんなゲームなのか、ガンボルトのことがよくわかる PV、うん、私がちょいちょい喋ってる PV を、ゾンビじゃないよ、ゾンビじゃないよ、ご覧ください。ゴルト、インティークリエイツ20周年記念タイトル、セブンス、異能の力を持つ者と持たざる者、埋まらない溝は火種となって新たなる戦果を呼んだ。おとなしいアームドブルー。主人公の一人である14歳の少年、雷撃を操る最強のセブンス能力者ガンボルト、通称 GV。
特殊な銃で敵に飛来芯を撃ち込むことで雷撃を誘導、撃中させる。戦闘経験によって覚醒するスキルの数々、全てを使いこなし活路を開け。ライトニングスピア、スパークタイマー、ボルティックチェーン。GV が傷つき倒れた時、響き渡る妖精の歌声。あなたは私が守る。 GV に宿る少女の魂、シアン。 GV、よかったらお弁当持って行ってください。優しく穏やかな人柄で GV を支える少女、オウカ。開発は僕に任せてよ。 GV をサポートするオペレーターの少年、シャオ。仲間と共に GV は強敵たちと対峙していく。物語のもう一人の主人公、能力者根絶のため戦う科学者の少年、アキュラ。ブリッツダッシュでターゲットにロックオン、強力な誘導ショットでターゲットを殲滅する。ストライクと了解。バトルポッドロロ展開。多数のビット兵器を制御する AI ユニット、ロロ。取り込んだサイバーディーバの力でアキュラをサポートする。アキュラはエクスウェポンミラーリングによってボスのセブンスを取り込み、自身の力へと変える。アキュラの妹、ミチル。何になさいますか。アキュラたち兄弟に仕える優秀なメイド、ノア。ミチルのため戦うアキュラたち、能力者の修羅場が容赦なく訪れる。 GV とアキュラの前に立ちはだかる G7 のメンバーたち。強化切断。 G7 のリーダーにして全てを凍てつかせるオールフリーズの能力者、フローズンソード、テンジアン。ビートアップアントルネ。機械を強化し操作するパペットワイヤーの能力者、ピグマリオンファーネス、アスロック。エンタングブロンド。その髪は変幻自在、タングルヘアの能力者、タワーリングブロンド、ニケイ。プリズム、プリズム、プリズム。水晶を自在に生成可能なプリズムの能力者、プリズムマスター、ガウリ。ダイアンメイデン。金属を操るメタリカの能力者、フルメタルジャケット、ジブリール。アクアアバタール。アレクルー水流リキッドの能力者、グレートフルマーマン、ニムロド。インプレグナブルフォートレス。現実を侵食する電脳、ワールドハックの能力者、シリアルエクスペリメント、テセオ。わかりました、この場はあなたに託します。そして現れる謎の少女の思惑とは。物語を彩るサイバーディーバの歌声は風雲急を告げる。背負い師インナが誘うのは破滅か安息の時か。アームドブルー、ガンボルト、ソウ。混迷の世を裂いて道行く希望。任天堂 e ショップで2016年8月25日発売。前作アームドブルーガンボルトとソウが一つになったストライカーパックも2016年8月。さあ、はい、金髪です。どうしたんですか。 T シャツのやつですか。じゃなくて、はい、TV で金髪で、ね、金髪で、ね、はい、素敵なゲストが来ていただいてます。ご紹介しちゃいましょう、はい、どうぞ。わかりました、この場はあなたに託します。謎の少女役、名塚香織です。かわいい、かわいい。よろしくお願いします。謎って言ってるけどさ、いや、謎ですよ。何テーラさすが、ずっと何テーラ、何テーラって言われてます。
チリやめて。いやもしくはパンチーラって言ってたからね。いやそれらしく合ってない最後の五感だけですからそれ。謎の少女です。謎の少女何が謎なの。この辺もみんなが分かってる状態になってんだよ。そういやー謎だな謎だな。黒沢くんのロリテーラーとか謎テーラーとかみんなさ名前適当につけすぎてない。アキラ本当だよ。アキラくんの名前でさついてりゃいいと思う。ロロちゃんのアキラくんはなんだって。そうロロエモンなんだ。ロロエモンじゃないぞ。自分で言ったよ。そうですね私が言いました。そんなわけでございまして担当しているキャラクターこちらで出ておりますけども、はい、このキャラクターの、ね、紹介ねなずかさんにしてもらいましょう。はい、ガンボルトとアキュラ2人の前に現れた謎の少女。はい、謎の少女です。はい、幼い外見ながら年を感じさせない整然とした口調で彼らに語りかける、うんうん、セブンス能力者であるようだが能力は不明、うん、果たしてその目的は。どういうこと。謎だらけ。謎すぎ。謎だらけですよ。これ どこまで喋っていいんでしょうね。これだってすごい難しい。ちょっと教えてくださいよ、ね、もう知らない人代表としてちょっと聞きたいですよ。知らない人としてこうね、うんうんうん、全員が知ってるわけじゃないですからね、まあ、そうですね、うん、でもきっと皆さんの方が詳しいんじゃないかもはや、まあね、そんなことないですか。つまりこれどういうこと。どういうこと。どういうこれは、うん、まあ、あーなんて言いたいんだ。つまり何マーダーライセンス牙だっていうこと。これ何なの。えそれおっしゃってましたけど世代が伝わらない。伝わらない。柱何尺なの。え皆さんつまりは何テーラなんですかね。結局のところ結局のところね。最初の奥さんが新井翔さんっていう人、はい、両性具有だったんですけど、うんうん、ああそう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 近い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 のね。近いですよね。近いねえかえっとは私の最初の奥さんでいいってことでいいですか。あれあれちょっともうデリケートそういう話どうぞ分かんない。正解ではないねこれね。何だろう。そうですね、うん足の男子がうーんってほらね、いじりにくいって言いますけど、ね、公式のツイッターにねバンテラバンテラ言ってるわけですからね。言っちゃった。性転換とか言ってるけどね。そうなんですよね。このキャラクターがこう演じ分けがある意味あるキャラだったんじゃないですかね。そうですね。そう。そうなんです。そうです。結構確信に触れるとこなんで、はい、その演じ分けを初めて見た人に演じ分けのこんな難しかったよみたいなエピソードがあれば濁ってる。これ濁ってる。濁ってる。でもまあもういいんじゃない。大丈夫だよ。さっき。さっき言ってたけど、うんはい、別にこれ隠し事じゃなくて公式に言ってますって言ってたから、うんはい、いいのよ。あ、そっか、うんうんうん、そうそうそう。そうなんですよ。うん、パンテーラっていうキャラですね。はい。謎が明かされました。ね、ここで。出た。はい、とうとう。口から出た。この瞬間に不動の公式になりました。無印から出演させていただいてる私から、はい、ちょっとプレゼンさせていただきますと、無印にもパンテーラーさんいらっしゃいましたよね。はい、でもちょっと手格好が違かったんですよね。そうですね。ですよね。で、そうになってこの幼いちょっと可愛らしい可愛らしいこちらのパンテーラちゃんになって、でもパンテーラはパンテーラでちょっと無印とそうで同じなの違うの演じ分けるのどうなのっていうところで、ああもうみんなやればいいじゃん。みんなで、ね、パンテーラだったのかなんて嘘つきやがって。
ください。戻ります。5秒前。4、3、2。いやー、お待たせしました。申し訳ございません。いや、あれ、今すごいなんかね。いろいろありましたが。なんかいろいろありましてですね。パンテーラ、謎の少女といえばその、はい、あれ男になってる。あ、まあそういうことです。男になってる。そういうことです。ゾンビになってる。そういうことですね。パンテーラっていうのはね、そういうことです。あ、そういうことですね。つまりそういうことですか。そういうことつまりそういうこと。セブンスを使うのにちょっといろいろあった。セブンスのせいなんです。皆さんお待たせいたしました。大工さん声入ってます。言ってます。声言ってます。あ、言ってますね。はい、皆さん分かりやすいと。そういうことでございますよ。しかしね、はい、この間にですね、そうなんです、衝撃的なもうエピソードの数々が出てきちゃってあんなのなかなか放送できないですよね。そうですね、ちょっとね。ちょっとでもまあそれはちょっと起きまして、ね、まあ、ちょっとね、戻ってきたんで、戻ってきてテンション上がったところでですね、お話しって途中になっちゃってましたからね。あれなんですよ、その、まあね、なんとかテイラさんの話を聞きつつだったんですが、その間にですね、なんとゲームプレイ、はい、ボス戦まで、うん、進んでおります。はい、進んでおります。宮沢さんのですね、完璧なプレイを、完璧なプレイングです。ちょっと見ながら、はい、そうなんです、今日はそうなんです、完璧プレイの日なんですよ、はい、ね、我々が実況するんですよ、ね、そうですね、行きましょう、はい、ね、ちょっと、というわけで見ながら、なずかさんの話もね、はい、合わせて伺っていきましょう、ね、はい、ね、ということで画面は出ますかね、うん、ゲーム画面よろしくお願いします、うん、今どこのどんな画面ですか。ででーん、お、来ましたね。来た。フリーの刹那かかってます。歌ってる歌ってるよ。クソ、どこにいる。どこにいる。お、来た。可愛い。ちっちゃい。ミチルを返せ。できません。彼女はサイバーディーバの力を手に入れるための鍵。鍵だと。サイバーディーバがミチルと何の関係がある。あなたは見ませんでしたか。ミラーピースはあなたの妹が反応すると。いや、もう確信じゃないのかよ、これ言っちゃうな、これ圧倒的ネタバレ力って言われてますけど。ほら見て、みんな、よし、これがね、さっきまで言ってたテーラなのよ。このテーラ、私も愛ちょっと感じなさい。行くぞ。ああ、そうなの。ジェンガ、ジェンガ、かっこよ。バンジョー、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 バンジョー。独占生まれ変わろうと、すすがれることはない。感じるよ、兄弟。その愛。実に美しい。ちょっとなんかダンテーラの方がちょっとダンテーラ、ドテーラ、恥ずかしい感じだったんですけど、ドテーラは、うん、私の愛が
愛ね。これは。お、これ。やつもまたコピーだったか。コピーだったようですよ。なんやって。感じるよ。え？ミチルちゃんの気配。やつの顔が。この後行っていいってこと？お。行くよ、行っちゃうよ。おお。シーに触れるやつ行っちゃうよ。ミチルちゃん、無事だよね。え？無事だよね。どうかな。もうあら、ちょっとイベント系のセリフが飛ばすだけだ。そうあのコメントありました、パンティーナさん、あのすごい恐ろしい、すごい、なんかすごい羽、羽あれはもう愛だよね。愛、愛が入ってる。愛、愛ですね。ハート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 です。ハートハートだもんね。うわ、絶対を知ればいいか。いやー、小林幸子のパンいや、まさにラスボスですね。すごいね。やっぱり意識されるか。これやっぱ小林幸子さん。それなかったですけどね。そうなんですね。自然に出ちゃった。自然に溢れ出ちゃった感じ。もうキラキラしてますもんね。すごい。最高。すごい。うわ、すげえな。もう恐ろしい。恐ろしい。こういう攻撃をしてると思ってた。ちょっと思ってた。申し訳ない。絵がこんな動いてるわけないから。そうですね。チコ感はちょっと。なんかここまでの姿になるかっていうのって結構収録の段階では分からなかったりするじゃないですか。あ、キャラクターの絵ではここまで描かれてなかったって。そうですね。そういうことか。ね、細かくは。あれ？過去のボスキャラ。いっぱい出てきた。避けて。なんかここまでボスキャラ出てきたみんな出てきたらさ、ボス頑張れってなっちゃうよなんか。本当。あそこまでに死んできたボスたちが今。なんか大サービス。力を合わせてアキラを倒そうとしてる。なんかすごい。それすごいヒーロー感出てますね。ヒーロー感出てる。だったらこいつ一人で戦えば。アキラ。しかもこんな状況でアキラ。すごいね。ヤンヤンさん、何もうまいの？いや本当に。ここまでやり込んでる。やり込んでるってこと？決まってます。素晴らしい。だってこれネズミバニーでしょ？ここまでできるんで。あ、早っ。え？何ができたというの？私たちがですわ。これストップ？ブレンダおーおいや本当我々も何が起きたかわからないという私たちの理想楽園があってこうなったじゃない、はいはい、あれで、死んじゃうのどうかんの確信ついてくな今日の猫生どうしよう、どうしよういやこの先も大変なんだ兄さんひろちゃんで書いてる書いてる感じられたプレイしているところ、うんうんうん、あいやでもすごいですねやっぱり迫力がこう収録の時以上にこう、うん、なんか世界観が広がっていてびっくりしましたし、うんうん、なんかやっぱ映像を見てより収録の時のあのテンションを思い出しました、うんうん、愛が愛がって言ってたのを聞いて、カオリンさんがきっと真面目にやってるようでも今ちょっと心の中で恥ずかしかったっていうのカミングアウト。いやもう恥ずかしいですよ。大概恥ずかしいです。まあでもねそれでこうねプレイしてくる皆さんがね楽しんでもらえるならそれはそれでも良かったなと思うのでこれからもいろんな恥ずかしいことやっていきたいです。そこ
ことないだろう。こんな恥ずかしい。いろんな恥ずかしいことじゃない。マジで。マジで。マジで。なるほどです。いやまあというわけでね、はい、ゲームコーナーでございましたけれども、いかがでしたでしょうか。さあゲームコーナーでですね、まあ、盛り上がった後はですけれども、はい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 、これまたね出ましたけど歌姫がいっぱいいらっしゃいますから、歌のコーナーでございます。さあガンバルトの歌姫ね、楽曲見逃せないポイントですから、うん、ガンバルトの層に収録されている曲を、うん、モルフォ、ロロからそれぞれご紹介していただきたいと思います、はい、ということなんですけれども、おっとモルフォからはまた今回もアニメ版の挿入歌初公開者、やったアニメ版の挿入歌ね、はい、うん、前回はね主題歌そうそうそう、アニメ版のなんですけど、うんうんうん、今回全世界初公開でございます。今初、あ、今初。そうです。それでは聞いてください。はい、最後の希望。お。満載って書かれてましたけども、うん、どういう感じの歌なの、つまり。そうなんです、あの切ないって言ってもらえたんですけど、うんうん、あのちょっとゲーム版の、うんうん、イケイケ攻めるぜクードセンだぜっていう感じとは違くて、やっぱりアニメ版ならではの、うん、挿入歌って今言っちゃうくらいなので、挿入歌だから戦ってる最中であったりとか、なるほど、ね、うんうんうん、全然戦ってない、なんかのんびりした最中にこんな曲流れないからね。そうですね、お茶でも飲みましょうでこんな曲流れないからね。そりゃそうだ。なんでこれを聞いてちょっとどんなアニメになるのか想像していただけたら、楽しみ思っております。落ちも不戦じゃねえかっていう話も聞いてます。落ちも不戦はちょっと関係ないかな。あ、大丈夫です、関係ないらしいね。いやえ、アニメどうだったわけ、これアニメ収録はね、そうなん、収録してきました。おお、してまいりました。いやこれ、うん、ちょっと後でアニメの話、宣伝がてらの時ちょっとまた聞いちゃおうかね。そうですね、うん、最後まで番組見てください、ね、音楽の方の話からまた続いていきましょうか。はい、はいはい、それでは、続いてロロちゃんの曲も聴いてください。いきますよ、先ほど、ボス戦でも流れてましたアイロライト。
感じになったのか。そうなんだ、森が勇ましいこう戦へ行きましょう。ミュージカルだったこんな感じになった。そうなんです。私これ一番すごい、好きな曲というか、タムチェコもすごい好きなんですけど、なんか歌ってて気持ちのいい曲ですよね。ねね、そうなんです、そうなんですね。ロロちゃんのアルバムもね出るといいの。見てない、全然見てない、全然見てない、びっくりするぐらい見てない、全然見てない。コメントがありましたけど、これ歌詞ってどうなってんの。歌詞は、歌詞はさ、CD のさ、あっちのサントラ見た時に、あ、サントラにはメドレーで入ってるんですけど、そうメドレーだから歌詞はね入ってないんですよ。なんかイグナイターとかね、特にね、皆さん歌詞気になると思うんですけど、チラチラチラってなってますけども、まあ、え、ライブ会場でなんか、あ、グッテ、グッテやってるよ。あ、グッテやってる。そうだ、ライブ会場でね、もしかしたらここまでみんなが言えばで、みんなが言えばですよ、ね、そんなに、あ、そんなに欲しいのみたいな。そうそう、あるある、みんなの声本当大事だから。大事ですよ、言っていきましょう。あとはもう2人がなんかこう歌ってみたでゆっくり歌ってくれる回をどっかで作ってくれればみんながなるほどって聞き取りながら、聞き取りながらセルフですか。スルーゼほらほら、だだお、ほらこう、それぐらいゆっくり、スイートスイート、あ、イグナイターみたいな ね、 ね、128枚買ったんだよ。買ってください、買ってくださいよ、128枚。違う、多分どっか あの店の人だよ。ありがとうございます。ねえ、業者の方でしょこれ。さあ、そんなわけでございましてでございますけども、はい、さあ、いよいよですね、まあ、エンディング方面に向かってまいります。はい、間がすごい、間すごいなんか笑顔の散る画面が、ね、空白の時間がいろいろありましたけれども、さあ、じゃあ頑張ると関係の告知、ね、いろいろ大切な部分ありますんで、まとめてお届けいたします。はい、私からいきます。全ての始まり 3DS ソフトアームドブルーガンボルトは任天堂 e ショップで好評発売中です。はい、ね、体験版もありますので、ぜひ遊んでみてください。まずはここからいきましょう。はい、はい、そしてその続編アームドブルーガンボルトソーも好評配信中です。新しく、はい、青木雷帝が導く新たな神話をぜひお楽しみください。はい、そしてそちらガンボルト2作をまとめたパッケージ版が、うん、アームドブルーガンボルトストライカーパックでございます。ね、2作はストーリー上でもね、つながりがあります。うん、ニテーラとか言ってましたけどね、これからガンボルトに触れる方にもおすすめです。うん、初回封入特典 3DS テーマのダウンロード番号は今買っても入っておりますので、お見逃しなく。はい、さあ、そして現在ですね、任天堂 e ショップではアームドブルーガンボルト層を快適に遊ぶための更新データバージョン 1.1 を配信中でございます。はい、さあ、大変お手数かけますけれども、ゲーム遊ぶ前にね、データの適用一回お願いいたします。詳細は公式ホームページをご覧ください。はい、はい、続きましては関連情報になります。はい、本日発売の電撃任天堂さんの最新号12月号ではアームドブルーガンボルト層の紹介が2ページあります。はい、ありがとうございます。エデン側のセブンス能力の紹介や4コマ漫画、とっても見応えがありますので、ぜひご覧ください。はい、また今後も継続的にガンボルトをご紹介いただけそうですので、来月以降もチェックお願いします。はい、お願いします。はい、そして、漫画読んじゃうな、面白いのも、うん、はい、続きましてですね、インティークレイツのオンラインショップインティーダイレクトではガンボルトの、最新グッズを取り扱っています。はい、現在はバスタオルや T シャツ、サントラ CD が発売中です。ほら、これですよ、見てください。これが、ね、これいいですよね。バスタオルです、皆さん。これいい感じのちょっと、ウェーあれあれめっちゃいいな、あれ。これね、それから先ほどもありましたけどね、じゃあこれコロッピー、はい、あ、これなんだ、これほら、あ、これもありますよ、これ。おお、へえ、あ、いろいろあるんですね。あ、上に出てますね。ね、あ、いっぱい種類ある。あの、はい、こんな感じ、ね、はい、今後もですね、続々と新グッズを扱う予定ですので、ガンボルト公式ホームページ、もしくはインティーダイレクトでご確認ください。はい、そしてファンの皆様、大変お待たせいたしました。バーチャルアイドルサイバーディーバモルフォのセカンドアルバム、うん、夢うつつの青イントゥーザブルーの発売が11月3日に決定です。やったー、はい、そして、
こちらはですね、アームドブルーガンボルト層に含まれるモルフォの全楽曲、うん、およびアームドブルーガンボルトストライカーパックのテーマ、うん、パラレルワールドをフルコーラス版で収録しております。いいですね。はい、収録楽曲の方はですね、うん、愛の運命、悟空のリング、マルチユニバース、うん、パラレルワールド、ルリード刹那、うん、アイオライト、リインカネーション、オルタナティブの全7曲が入って、お値段なんと2000円。安い。2000円でございますよ。ありがとうございます。そしてインティーダイレクトではなんと10月27日より先行発売を行います。はい、一足早く CD をゲットして11月5日のモルフォライブでは一緒に盛り上がりましょう。ぜひぜひ全曲覚えてください。暗記してくださいね。ちょっと日はないですけど、ぜひ覚えてください。一緒に歌いましょう。はい、さあ、そしてこれ11月の5日に、はい、そのね、噂の5日の最新情報をね、お届けしたいと思います。はい、さあ、インティクリエイツは創立20周年を記念したイベント、インティクリエイツファンフェスタ20周年アニバーサリーを開催します。これですよ、これこれ、はい、でっかいとこでやるよ。はい、今日はトークステージやライブ、グッズの物販、ゲームの体験コーナーがあります。今日は最新情報を一挙ご紹介します。はい、あるよ。はい、はい、まずはインティークリエイツ20周年記念ステージです。はい、インティーの、作品に沿って20年を振り返ります。はい、この機会にしか聞けない苦労話や裏エピソードなど、門外不出の、トークを、インティークリエイツの偉い人がいっぱい出演してお届けするそうです。何言うの、何言うのこれ何言うの、誰も目合わせない。ここでしか言えないことって言ったらだいぶ、そうですね、いろんな話が聞けるかもしれないよ。そう、あると思います。そしてですね、スペシャルゲストとして、インディークレイズが長くお付き合いいただいている声優の高木渉さん、そしてガンボルト層の、ジブリール役、えのよしさん、えのよしまやさんで、出演が、予定しております。お楽しみに。はい、はい、そして次でございます、はい、ギャルガントークステージです。ちょっと頭のおかしい異色のシューティングゲームギャルガンでは、おなじみのヒロインキャストによるトークステージを予定しております。また、ファンが待ち望んでいる新たな展開の発表もあるそうですよ。ギャルガンのステージや物販の情報は、この後放送するギャルガン TV リターンズスペシャル でチェックをお願いします。この後やりますからね、この続きでやります。さあ、そしてアームドブルーガンボルト関連ではですね、アームドブルーガンボルト層の新曲ライブコンサート、モルフォスーパーライブを行います。出演は、めぐちゃん、はい、そして、すべらき電子交響楽団の、皆さんでございます。はい、とにかくこのボーカル CD をですね、聴いてから参加すると、もう一緒に歌うとこがいっぱいあるんだよ。一緒に歌いましょ う, もう、で一層盛り上がられると思いますので、ぜひともね、ご購入聴いてください。よろしくお願いします。はい、そしてそして、アニメーション版アームドブルーガンボルトの先行上映会もあります、はい、一部分ではあるんですけどね、雰囲気は十分伝わると思いますので、ぜひご鑑賞ください。これ一部分っていうのは、この間、先月流した分以上に流れる。そうなんです。先月何分ぐらいですか、何分ぐらいですか、何分ぐらいだろう、10分ほど10分ほど11分ほどぐらい、10分ほどでいいよ。いや、だから結構前ね、こっちで流したものよりもだいぶがっつりと見えてくるらしいので、ぜひとも、そちらお楽しみにでございます。どうでした、どうだったの、その、気になる、ね、みんなが言ってるよ、どこまでの内容なんだろうって言ってるね。ネタバレ聞きたくはないだろうけれども、なんかほら、要するにね、ちょっとね、そうですね、もう10分もこの上映会で流しちゃっていいんだろうかってぐらいすごい盛りだくさんの。ちなみに何分アニメを作る予定なんですか。30時間やばい、30分アニメがゲームクリア分ぐらいありますよ、30時間って。本当だよ。30分アニメーションを、そのうち10分の3分の1じゃないですか。かなり。ゆきたくんはどうだったんですか。ゆきたくんですよ。ゆきたさんですか。あ、頑張ってました。ちょっとあれじゃない、なんかゆきたくんこの間来た時にさ、この放送していない時にやってきたんですよ。そしたら一方さんがね、ゆきたくん、とうとう台本ですってパッてやったら、もう
あございますって。アニメ出るのが初めてなんです、ね、すごい緊張されてたんですけど全然そんなのも感じさせず名演技でしたよ、ね、一生懸命練習してきたっていうのがねもう初めてアニメーションの、ね、現場に行った時の新人さんのような顔で結構いい年してんのに、ね、出てったんじゃないかなと俺は想像できてるんですけど、まあ、そんな感じで、ね、あとやっぱりガンボルト役の石川プロハイトプロがですねどうですか怖すぎてもうちょっと一言喋るだけでもう場が閉まるというかもう本当に感動します。あ、ガンボルト動いてるんだっていう本当にそこにガンボルトがいるようでちょっとファンはもう5分目から泣くと思う。5分目から泣くもう5分で泣くみたいなのに行くんだ。アニメ始まったらさもうやってみなよもうああ来る来る来るわーなるからモルモファンも泣いていいと思う。私はもう感動してちょっとうるっときながら2秒で泣く準備できてる人もいるらしい。泣いてるもう泣いてる人いるからちょっと妄想もう泣いてるもう泣いてる、ね、ぜひねちょっと楽しみでございますね、はい、よろしくお願いいたします。はい、そして続いては、販売グッズの情報です。そうですね、今日はその全てをご紹介します。どんだけなんだろう。モルフォスーパーライブタオル、タオルが2000円になります。すげー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 初めて見たよ。嘘ありがとう。みんな買って、いやみんな買ってこうしてみんな買ってこうしてタオル曲作れたらみんなタオル曲、はい、モルフォライブ2016を記念した思い出の一品です。ねえ、いいですね。そして、清流のアギと白虎の絶装 T シャツ3000円になります。サンドラのジャケットですね。かっこいいなこれ、いいね。サンドラジャケットフルカラープリントしたイベント会場スペシャルバージョン、スペシャルバージョン、スペシャルですね。そしてアームドブルーガンボルトクリアファイルパック1300円。これはどんなやつ。ガンボルトシリーズのメインビジュアルなどを使用したクリアファイル5枚セットです。はい、そしてまだまだありますよ、はい、バトルポットロロクッション。それやっぱりすごいですよ。目が2700円です。こっち透けてるけどこっち色分かるやつ。はい、こちら限定50個と。そうか、結構特別や。限定50個なんで、ね、すぐ売れちゃうよ。50個に100人で箱買ったら買えないんだよ。仕入れないで、ぜひもうあのロロちゃんと一緒にこうやってお昼寝してください、ね、うん、ぜひちょうどいい感じのクッションでございますよ。いいですね、うん、さあそしてはい、まだあります、うん、アームドブルーガンボルト缶バッジ各400円。こちら会場でのみ個別販売をします。あ、会場のみだって、はい、そうなんです。ここにあるやつだ。あ、すごい、なんか変態仮面いるよ。あら私の上にいる。私の上上あ、違う、この辺か。縁おじさん、縁おじの青木、アームドブルーガンボルト、缶バッジ24個プラスロメオパック、こちらが6000円ですね。ロメオパック、はい、ロメオパックって書いてあります。つまり変おじのことを彼が勝手に名前をつけたらしいですよ。これ勝手に名前ついたんですかこれ。だから、ね、公式になった。ロメオパックって書いてあります。ロメオパック公式になったのこれ。もう公式で決まった。変おじの名前が決まりました今日そんなことあるのね。はい、そしてアームドブルーガンボルト、そう、缶バッジ23個プラス、うん、バトルポットロロパック、こちらが5800円でございます。さあそしてですね、あとアクリルフィギュア、これ見てください。今出てますかね。出るの、はい、モルフォシアンバージョンとロロバージョン。あー、見ましたこれ。これが3000円、1つ3000円となっております。これ欲しいね。さあそしてその他にもギャルガンボルトのですね、アクリルキーホルダーも各700円で、販売いたします。これですね、こんな感じでございます。かわいい、これかわいいですね。さあそしてインディークリエイツ創立20周年記念イベント、こうオリジナルマグカップ、これかな、マグカップでーす。あ、それ素敵。過去のキャラも全部書いてあんの。うわ、これはまたセクスイな感じのやつもありますよこれ。ほぼね、ロボバージョン、ね、1000円です。さ
さあその他ですね、現在インティーダイレクトで販売しているグッズやサントラ CD の大抵のもの、とりあえずね、はい、ここからこう手で持ってこうやって持ち込んで、はい、あそこにあの行きますのでまあそこではですね、消費税はじゃあインティー持ちみたいな、ね、やります。会場限定価格になっているものはあるということで、はい、ぜひ改めてチェックの方もよろしくお願いいたします。一体いくらしか当てるんだって。本当ですよね。確かに、はい、さあそして続いてはゲーム体験コーナーの情報です、うんうん、今回のイベントにはゲーム体験スペースがあります、うん、ここではアームドブルーランボルト4の序盤を遊べる初心者向け、うん、そして既に購入してプレイ済みの人向けには、うん、初代アームドブルーガンボルトのボスと戦えるスペシャルステージを準備します。そういう新しい感じのもあるわけですね、はい、事前情報によりますと、うん、めちゃめちゃ難しいらしいので我こそあと腕に自信がある方はぜひチャレンジしてみてください、うん、あのショベルナイトは出てくるのこれありましたね、ショベル、ね、我こそはお願いします。さあそして、はい、最後にイベントの確認です。はい、日程は11月5日土曜日の11時から21時で、うん、入退場は自由です。10時間やるわけでしょ。すごい、これすごいな。何をやるのかでも満載になるわけですよこれ、ね、会場はですね、うん、インクレイツ社のすぐそば市川市文化会館大ホールです。一体さんがインティークリエイツ社のすぐそばって書くこれ書いてあるインティークリエイツ社にもちょっと顔出してみたいになるみんな知ってるインティークリエイツ社チーズって来てよみたいな感じになってる。悪い、みんな知らせんね、聖地みたいなものですよね。はい、そして入場料がこちら大人が2500円、はい、前よりはインティークリエイツのオンラインショップ、うん、インティダイレクトで2000円で販売中でございます、はい、500円お得な前売りチケットは10月28日金曜日まで受付しておりますのでぜひご検討ください。なお高校生以下はなんと無料、小学生以下はあの保護者の方同伴でお願いいたします。高校生以下って高校生は OK なの、はい、高校生は入りますよね。高校生まで無料ですよ。やばい、いいじゃないですか。はい、というわけで詳細はガンボルトの公式ホームページもしくはインティダイレクトをご覧ください。ぜひ皆さんのご参加をお待ちしております。ゴルフライフも来てね。さあというわけで、ね、最終回も盛りだくさんの内容になっておりましたけれども、まあ、はい、エンディングのお時間でございますので、まあ、今日の感想ね、ちょっと最終回でございますしね、うんうんうん、あれです、ちょっと行ってきましょうか、はい、皆さんでね、はい、あ、告知から行こうかな。告知しちゃわない、告知と感想みたいな感じでお願いします。はい、じゃあちょっとまあ行きましょうか。今日なんかさ、自分のコーナーが来た瞬間にパッと止まるというね事件が、コーナーのね、そうですね、事件がありましたけども、なんかでもいい静止画な状態でそうですね、みんな楽しそうな顔してたね。なんか最終からしい、こうちょっと思い出の1ページみたいなそこに参加できてすごく光栄です。ある日の神回そうですね、あれ以上やっぱ喋っちゃいけなかったんだなと思ってなので、あのまだプレイしてない方はぜひですね、あのここからねプレイして、楽しんで謎をいろいろ解決していって、まだ私たちの理想楽園が、そうです、楽園がね、そうそうどうなったか、そうなんですよ、まだね、まだ謎があるんだよね、きっと。そうです、そうです、ね、ありますあります。なのでそんなわけでちょっとお楽しみください。告知の方なんかもね、はい、ちょっと今のうちに知っておきましょうか。 ありがとうございます、はい、あのインティさん あのこのイベントの翌日に、私もガールフレンド過去音符で、ライブイベントをやらせていただいております。はい、舞浜ディズニーランドの近くでやっておりますので、よかったら遊びに来てください。お、よろしくお願いします。ツイッター、さっきのツイッター見ればね、はい、初めましての人もそこで、ね、分かりますので、ね、情報よろしくお願いします。お願いします。さあ行きましょうか。そしてはい、ロロ役の遠藤ゆりかです、うん、いやもうね、半年くらいね、この番組立ちますよね。5月かな、5月5、6、7、8、9、10、半年、私は毎回参加できたわけではなかったんですけれども、いや本当皆さんとね、あの楽しい時間を共有できて、なんかこう毎回一曲ずつ聴いていけるとか、発売までのこう ね、いろんな、そうそうそうなんですよ、っていうとかもあって、すごく、楽しい半年間でございました、うん、まだまだね、発売してまだまだこれからガンボルト盛り上がっていけると思うので、うん、またね皆さんにお会いできる機会ができるといいなと思っております。ロールちゃんもね、ロールちゃんもそのうちライブ、ライブ、ライブしよう、ね、CD、ね、CD 出して、ふんわりだけどね、うん、一方さんがね、二人にね、ねえ、いついつ空いてないのみたいなことを言ってましたよ。そうなんですよね。そんなのさ、事務所に聞けって話だよ。いや、
ねえ、確かに。ああ、そうだ、このあの、まあ、今フリーの人がいるからあれだけれども、ここ本人に聞きゃいいんだよね。まあまあまあもね。まあでもね、もしかしたらね、だからなんかあるかもなってことでしょ。いや本当ですよ、皆さんの声で。そう、本当に大事なの、ね、それが。そうそうなので、ぜひとも今後とも応援よろしくお願いします。そして私個人的に、10月30日リアニメーションというイベントに出演させていただきます。こちらあの DJ での出演なので、ぜひ皆さん遊びに来てください。ハロウィンイベントだそうですよ。ハロウィンアニソンイベントでございます。よろしくお願いします。あ、ゾンビコスプレしてくれます。盛り上げに。はい、というわけでガラスパリントってやってみます。やばい、ステージにぜひ上がってもらって、ちょっと詳細を送るのも。はい、ぜひ皆さん遊びに来てください。ありがとうございました。さあ、そして、はい、私桜川メグ初 MC ということで、うん、緊張もせず楽しく、うん、半年間やらせていただけて、ね、肌も荒れながらね、それ言う最後に本当にマイクが入ってると思わなかったんだよ、ね、本当にね、モルフォーと一緒に成長してこれたので、うん、なんかまたライブっていう形でね、その成長の形をバンと発揮できたらと思うので、うんうん、11月5日モルフォーライブみんな来てください。楽しみですね、肌荒れの出るんす、はい、ね、とあれ以来もすごく睡眠をとってお肌ツヤツヤ、ね、よかった、やった、普通でやろ、よかったにしたらなんとかなったんですね。足に矢も受けたし、足もすっかり良くなりました。よかったよ、走れます、大丈夫です、ありがとうございます。ライブは全力で、逆に広報の人がこんなやつ参加来てる、そうなんです、そういうスタッフさんもいらっしゃって、徐々にずれてみんな怪我してくるんですよ、危ないんですけどね、ぎっくり腰から始まってね。あと、私としました、告知を、来週10月29、30新潟でガタフェスというイベントで、歌わせていただきますので、近辺の方新潟来てください、よろしくお願いします。新潟ですか、ね、それ楽しみですね、新潟近辺の方よろしくお願いします。ちなみに一貫さんもですね、ちょっと告知してもいい？もちろん、さらに、フジテレビです、ね。フジテレビで、実況される男で要潤くんがこうね、うん、出てるんですけども、うん、延々と僕が実況しています。実況される男を実況する男。最初ね、台本見た時に要潤くんの主演のドラマだしと思ってたらですね、はい、ほぼほぼ俺のセリフなんです。20分のドラマ、ほぼほぼ俺のセリフ、全ページの半数以上が俺のセリフになっているんですよね。台本もらってびっくりするやつだ。そう、そういうあれなので、ちょっとぜひですね、今日の24時、55分から20分番組でございますので、この後の番組見て、うん、やる実況者じゃなくて、ニコ生の実況者じゃなくて、フジテレビで実況しますんで、ぜひ見れない地域もあるらしいんですけど、フジテレビオンデマンドでインターネットでね、ちょこちょこ放送してるらしいので、見れない地域の方もいらっしゃると思うんですよね、うん、地方局によっては、うん、それはまあちょっとネットもね見れるんで、ぜひ見てください。実況のセブンぜひ、はい、さあ、というわけで名残惜しいところでございますけど、そろそろ番組の方の締めに入りたいと思います。はい、はい、今後もダウンロードコンテンツの配信があったり、アニメがあったり、ガンボルトはまだまだ続きます。ちょっと大きな発表があるときはガンボルト情報局のスペシャル版も予定しております。はい、あれこち亀みたいな状態になる。あ、そうです。ガンボルトの公式ツイッターなどぜひチェックしてください。よろしくお願いします。はい、またガンボルトへのご意見ご感想、応援メッセージなどはツイッターハッシュタグガンボルトでつぶやき、よろしくお願いいたします。はい、さあ、そしてガンボルト情報局ここで終了ですが、はい、この後から、この後すぐからですね、インティークリエイツが誇れるもう一つのタイトル、ギャルガンの生放送があります。よーよし、なんと放送枠がそのまま、本当にこのまますぐ、このまますぐスタートに、みんななんか何かしら準備してて、そわそわしてる、出るんだなとか、もう顔を覗かせてね、そわそわして、お疲れ様です、ね、このまま行っちゃうんですらしいですよ。よろしくお願いします。ぜひ続けてね、ご視聴いただけるとありがたいでございます。うん、はい、さあ、というわけでね、はい、ガンボルト情報局最終回でございましたが、またスペシャル版がある時などは ね、こち亀のようにね、なんか特別な感じを出させていただくことをね、楽しみにして、はい、皆さん、というわけで我々お別れでございます。さあ、じゃあ最後挨拶一発してくださいよ、メイン MC。 よっしゃ、うん、イエーイ、